にちは、いちごタルトです。今日は以前作ったというかお父さんに作ってもらったベッドが完成しました。じゃん、ここにちょっと体で今隠してたんですけど、ここに完成したベッドがあります。今日はこれを今から車の中に組み立てていきたいと思います。あれ、取れてなかったかもしれない。取れてる？あ、取れてた。はい、今こんな感じです。前鉄を溶接とかガーって切るやつで切ったりして、こんな感じで鉄のフレームのベッドができました。まだちょっとバラバラの状態なんですけど、これを今から組み立てていきます。からここに穴が開いてるので、ボルトで締めて止めていきます。ちょうど寸法もめちゃくちゃぴったりです。フィットしとるタルトの MT。 大体締めたら今度これでいくもんで、大体でいい。こんな感じに2つ止めました。ここにバッテリーが入ってるそうなので、ちょっと何かあった時はこのベッドを1回取って中を開けないといけないので、しっかり組み立て方と外し方をちょっと覚えておきたいなと思います。こっちの足はちょっと場所的に固定できないので、両面テープで貼り付けていきます。さあ、フルフラットにしてからやればいいのかもしれないんですけど、ベッドが半分あるからフルじゃなくて半分だけフラットにしようかなと今思ってます。で、ドアのとこ、ここから乗るとこなんですけど、そこの足はこうのくるくるすると足の長さが変わるようにお父さんが作ってくれたので、これでしっかり動かないようにぴったり平行になってます。じゃあここもちゃんと両面テープで留めてきます。ちょっと段差があるな、うん、よいしょ。え、こっち側のがいいかな、うん、意味ないかもしれん。くっついてない。もう一回取る。両面テープがいなくなった。今この後ろのシートをちょっとグイッとやって、その下にベッドのフレームの足元下のところをちょっとつけてます。今反対側に持ってきたんですけど、ここにさっきのこっちから下を通して、ここに止めるところがあって、このなんだろう、中の裏からネジでここにある板をこれとくっつけて止めてあります。今から組み立てますと言いつつ、タルトが見守っています。一生懸命組み立ててくれてます。作ってくれてもらっちゃってます。ネジがいっぱいで難しそう。今仮に長いネジボルトで止めてたので、いろんなとこに当たって干渉しないように短いネジに変えてもらってます。今からタルトも一
一部パーツをネジで取り付けていきます。車を傷つけそう。なんかこれで、あとネジをどっかになくしそう。こっち向き、ちっちゃいピラワッシャーと緩み止めのスプリングワッシャー。はあ、いろいろありすぎてわからん。ピラワッシャーとなんとかのスプリング止めと最後の締めるやつ。なんかわかんないけど、いろいろ変わってこれになりました。いろんななんか機能があるんですね。これをつけていきます。短すぎてあんまり締まらん。短い、うん、じゃ あそれだけでいい。いい、こんだけで。タルトはほぼ何にもしてないけど熱くなってきました。細かいところはタルトが、手が細いから頑張ってみます。お、いや、細くても手が短いからちょっと難しい。あ、熱いぞ。だいたい、うん、だいたいできてきました。形が見えてきた。やっぱりここがへこんでるからどうしてもここに隙間ができちゃうけど、ここにこれ冷房とか暖房とかが出るのかな、空気の中のこれがあるので逆にちょうど空いていい感じになってます。今ベッドの上面に木の板を乗せてます。これでだいたいフラット。うん、ちょっとここが出ちゃう。なんか計算間違いしたかもしれんね。でも前はなんかちょっと飛び出とったよ。うん、ここになんか入れんといかんけど、腰がツンってなって痛くなる。ちょっといい感じに段差入れて平らにしたいな。完璧じゃないけど、うん、今板を引いて、これトラック用の毛布らしいがちょうど、ね、長さが半分でちょうどぴったりぐらいなので、お父さんのちょっと使ってたやつをこれもらって、でこの上にトゥルースリーパーをちょっと引かせていただき、ちょっと寝てみます。今日はじゃあこれだけで寝てみます。体重的に持つという。お父さんが寝ています。どう、うん、しっかりしとる、うん、大丈夫。結構すごい。じゃあ今度はタルタが寝てみます。おお、なんかミシミシ言うけど、あ、全然背中気にならない。あれ、どこ行った？さっきのあのなんかちょっと出てるとこ意外と気にならんかったの。でこっち向きだからかな。あ、ちょっとギシッと言うけど、あ、でもこっち向きで寝るとちょうど腰に当たってちょっとあれかも。でもそんな思ったより気になんないし、めっちゃしっかり普通に寝れます。これならもう寝れそう、快眠を得られそうです。タルトにちょうどぴったり、縦のサイズの長さもちょうどぴったりだし、横も短いかなと思ってたんですけど、半分じゃもう全然足越えて広げても家で寝とるようにでも寝れるから、思ったよりめっちゃ広い、快適です。すごい、こうベッドができたらだいぶいいですね。お家っぽくなった。すごいいい感じ。タイガーも今からワクワクがさらになんかリアリティが増してきました。はい、ということで今日はベッドをお父さんが作ってくれたので、それをお父さんと一緒に組み立てました。そして
無事完成しました。まだ仮の状態でマットとかをこれから変えていくんですけど、それしっかり思った以上にいいベッドを作ってもらえたのでめちゃくちゃ良かったです。あとここの下も引き出しをねつけたりとか、あとはこの下にテーブルをビュンって出るようにちょっとカフェじゃないけどいろんなところで外でお茶したりとかできるようなテーブルもつけたいなと思ってるので、ここからベッドも改良していきたいなと思います。ということで今回はベッドを作りました。これからの DIY も楽しみにしていてください。ということでいちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがとう。